カエルさんは世界に広く分布する両生類の一種です。特徴的な見た目や鳴き声、色があり、マニアも少なくないです。彼らは水でも陸でも生活でき、卵を産むときは水中。生態では陸地で多く過ごします。食性は肉食で、主に昆虫を食べて生活しています。舌を素早く伸ばしたり、飛び跳ねながら捕まえています。今回はそんな愛されている生き物カエルについて、スレミンたちの反応を見ていきたいと思います。それではどうぞ。古代のカエルが、激しすぎる交尾で疲れ果てて大量死していたことが判明。4500万年前の地層から見事な保存状態の化石で発掘されながらも、なぜほぼ同時に大量死していたのかが謎に包まれていた古代のカエルの死因が、なんと交尾のしすぎだったことが判明したとの研究結果が報告されました。交尾したことない奴が集まるスレ。自己紹介をつ。高潔なる我はそのような下品な行為はしないのだ。ふふってなった。お前らは絶滅の心配ないな。孤独死。交尾ゼロの方が絶滅するだろう。テクノブレイクフロッグ。全部オスだったりして。ああ。俺も昔激しすぎて死んだことあるわ。古代のカエルですら。壮絶な副上司。自分も交尾したいです。古代のカエルですら。古代の奴らがやりまくってくれたからお前がいるんだぞ。お前は子孫を絶やす気か？伝説の副上司か。弱いカエルは滅びる強いカエルだけ生き残る。その強い遺伝子を受け継いだのが今のカエルです。それで殿様って呼ばれてるのか。オスは交尾直後に死んでも遺伝子を残せる。残念な生き物図鑑。カエルは英語でケロップだと思ってた俺剣山。おかんも同じ間違いしてた笑う。自然界で死体が残って化石になるなんて天変地異とかの異常事態でもない限りないよな。大概他の生き物に消化されちゃうだろ。いつもカエルを見つけたら優しく脇に避けてたけど今度から容赦なく踏み潰すわ。カエルは害虫を食べてくれるから家の周りにいるのは見守った方がいいぞ。下校。俺も昔副上司したことあるわ。俺もカエルですらできることをお前らときたら。カエルですら副上司してんのにお前らときたら。昔はエンタメないから夜遊びしかやることないもんな。俺がホテルでしてる時に大地震が起こって、そのまま地中に埋まり、10万年後ぐらいに化石で発掘されたら、古代の交尾中の男女とかでニュースになってしまうのか。してる時に地震来たことあるけど震度4でもマジで気づかないからね。部屋の物倒れたりしてるのにあれはみんな気をつけた方がいいと思う。大地震より噴火かな。死ぬほど激しくしても2回目を求められる。幸運、矢のごとし。裏山消しカエル。カエルすら果ててるのに俺たちと来たら。早よ動画晴れやかすとも。副上しか幸せな結末だな。イケメンの大量絶滅しあるかもな。そうすれば残った俺たちの天下が来る。カエルより交尾ジャンキーな生物はこの地球には存在しないようだ。彼らは交尾可能になるとメスを見た瞬間に飛びつき入れようとする。これは実はメスじゃなくてもよくてでかい消しゴムでも入れようとする。カエルでさえ激しい交尾しているのにお前らと来たら。カエル以下笑い。また髪の毛の話してる。乱世の動物にはよくある話サケとかセミとかみんなそうだろ。わからないと思って適当なことばっかり。お前らはカエル以下。カエルですら交尾するんだ。見てみろよこいつらの表情。地殻変動、異常気象に種の保存の法則でも働いたか。オタマジャクシはカエルの子。メスに食べられるカマキリよりいいだろ。お前らってこういう話好きだよな。我々は人間にもこの可能性を見越して、あえて実践することないように毎日を過ごしているのだ。お前らは古代のカエルの足元にも及ばない。長いよ。叫ばすガエル。人間で例えるなら七肉林の最中に死ぬようなもんだ。つまりはパリピ。お前らには一切関係のないことこのスレは忘れろ。進化の最前線は交尾はしないのか？酒みたいなものか。何らかの環境ホルモンでバグり倒したんだろうな。死に至るシステムが知りたくて来たが、割と物理的な原因でホッとした。酒、最近のカエルは根性が足らん後輩は命がけなのが常識。カエル家庭命がけやで。カマキリって交尾の後でオスがメスに食われるんだっけ？最中に食われても精子を送り出すようできてる。カブトムシの交尾もうるさいらしいな。ダメー。まあカマキリを例えに出すまでもないが、種付けしたらオスの役目は終わりだからな。交尾したら死ぬ昆虫はいるよな。しすぎってのがよくわからんが交尾で燃え尽きて死ぬ生物って珍しくもなんともなくね。両生類では珍しい。副上司は男のロマンやっぱり本能に由来しているのかもね。鷹の波、そうだな。過労死ライン散髪。オスの方は交尾後死んでも構わんのだぞ。むしろそれが自然の摂理メスは生き残って子孫を育てる。昆虫でもそういうのたくさんいるだろ。卵じゃなかったっけ？全ての不可能を除外して最後に残ったものがいかに奇妙なことであってもそれが真実だとシャーロック・ホームズは言った。男だけが疲れるのかと思ってたけど、女はもっと疲れると聞くね。酒と同じこと。魔法使いが集まっていると聞いて飛んできました。
復上しならいいけど目的果たせず、他のオスに踏みつけられて溺死とか悲しいな。一匹のメスに複数のオスが群がって腰振りすぎて疲れて溺死。なんだこの生き物。お前らカエルにも負けてるぞ。野生動物も一定数が経験のないまま一生を終えるから問題なし。古代の研究なんて結局妄想でしかねえよ。死ぬ間際にメスだと思ってた相手がオスと気づいた奴もいるんだろうな。カエル、こんなの初めて。次はカエルに生まれて抗議しすぎて死ぬ人生もよかろう。消去法かよ。赤玉か。マジか。抗議ってそういうもんですよ。羨ま疲れ果てるまで抗議したい。鮭もある意味言って果ててるな。女子にカモンって言われたい。お前らの理想的な死に方なんだろこれ。カエルの抗議って挿入しないんだよね。チンパンジーのすぐ交尾終わるけど人間は楽しむためか時間を長くしてるからな。腰を振りまくらないとな。まあチンパンジーとかは次から次へ相手を変えてするけど人間はそうしないためでもあるのかな。チンパンジーはすぐ終わるけど、オランウータンは時間が長いという。犬はかなり長いです。背中合わせ？でお尻くっつけます。いわゆる中折れを待って自然に抜けて完了する構造。一匹のメスにオスが山盛りに群がってるからほとんど空振り。で溺れるとはかわいそうに。子育てしない生物は交尾したら死んでもいいだろ。こういうのを学会の口頭発表でやった時の会場の空気ってどうなんだろうな。質疑応答とかもどうなるんだろ。カエルの性行動って面白いよな。よく面白動画で同じ池にいる亀や魚を捕まえてたり、間違えてオスに腰振ったりするもんな。人間と同じやで。最高の死に方じゃん。命がけの恋やね。お前らが心配することではないな。安心しろ。こういう研究者って何を根拠に言っとんねん。紀元前のことなんて1ミリメートルもわかるわけねえだろ。本末合のいいこと書き集めた巨源壁の集団やで。何もわかるわけないにくさ、何も知らないで言うてるのか。考えられる可能性を潰していった結果と書いとるやん。現世のカエルでもそういう例があるということならそこまで突拍子もない説でもないだろう。紀元前だろうが1億年前だろうが相応の手がかりがあればある程度の推測は可能やで。でもまた後から別の有力な理由が見つかったりしてな。ほとんどのカエルって交尾じゃなくて、メスが産んだ卵に速攻でぶっかけるんじゃないの。よく抱きついてるのはチャンスを逃さないためであって、あの抱きつき行為そのものは交尾ではないと聞いたが。直接の死因じゃないにしても欲望が理性に打ち勝ってそれが身を滅ぼすって意味では人間も大して変わらんわな。現代の日本人は、交尾しなさすぎで大量死する予定。カエル合戦って言葉あるしな。昔の人は大量のカエルが死んでるの見て、合戦したんだろって思ったんだろうな。君たちも頑張るんだぞ。大量のオスに乗っかられるメスが一番溺死しそうやない？テクノブレイクか副上司に思えるけど、実際はオス同士のオスオスな無限相撲で体力使い果たして溺死ということで、人間に置き換えたら最悪の死に様だと思う。カエルは乱交プレイが基本だから集まると酸欠でヤバくなる。遡上した魚と一緒や。路地面に釣られすぎ。死の直前行動が交尾だとして激しすぎるなんて見出しは合ってるのか。鮭など産卵後に死ぬ生物を同様に表現するか。単に産卵をもって死ぬ種である可能性は否定しないが、現代で大量死が起きるのは環境の急変、病気の蔓延など痕跡として残らない可能性は他にもある。交尾ってもさ、卵にかけるだけじゃないのか。思ったこと書こうとしたら不適切な単語ばっかで草。先生の解説、こんにちは、ピヨ先生です。今回は古代のカエルについて解説します。このベールゼブ4は、悪魔のカエルとも呼ばれ、史上最大のカエルとされています。体長は41センチ、体重は 4.5 までに達します。7000万年前の白亜紀後期、マダガスカル島に生息していましたが、現在ではもちろん絶滅しています。主に陸上で生活し、現世の近縁種であるツノガエルと同じように、気が短く攻撃的だったと推測されています。専門家によれば、ツノガエルは待ち伏せ型の捕食動物であり、目の前を通りがかったすべての動物を、食らい尽くす性質があると言います。つまり、ベールゼブ4は、その大きな口と強靭な顎を使って、トカゲなどの脊椎動物のほか、卵から孵化したばかりの恐竜の赤ちゃんも、食べていた可能性がありますね。ちなみにこのカエルが新種として発表されたのは、2008年なのでかなり新しいですね。古代生物は何でも大きくてロマンがありますね。それでは本編に戻ります。カエルの可愛さは以上、この可愛さわかるやついる？殺人的な可愛さ、つゆちゃそ。前に撮ったやつだけどこういうカエルのことを言ってるの？やはりリアルが一番。マリオ3のカエルスーツの可愛さは以上。FF5 のカエルドットの可愛さは以上。ヤドクガエル系の毒々しいカラーリングがいい。ヤドクガエルとか不気味だけど綺麗だよな。まだ冬眠してるな。ヒキガエルのスベスベした手触りが好き。両生類のくせに何なんだよあれ。自分で撮れれば幸せだがなかなか出会えないこれ一枚のみ。偽物。
キャリーちゃんはカエル顔だお。キャリーパミャパミャカエル顔か？輪切りのカエルとか、黒に興味はないです。アマガエルさんかわいい。角ガエルのどっしり構えてる感じが好き。あと猫みたいな鳴き声のカエルがかわいかったな。ふくらガエル。なかなか面白かわいい。キャ。完全にキクミン食べに来るやつだわ。フグと同じ毒持ってそう。後ろの敵をなんとかしてよ。妖精よりやはり和系がかわいいかな。妖精は気味悪さがあるよな。そこがまたいいんだが。夏頃に撮ったやつ。何でも絵つきてるんだこの子は。でもかわ。カエルは好きだが夏場の夜はうるさすぎて辛い。アマガエルさんの可愛さは異常でも最近見かけなくて悲しい。殺人的なら、毒カエル触ればええんやない？傘持ってるそのカエルは虐待っていうか無理な体勢取らされてるカエルっていう話を見たことあるよ。真相の真偽はわからないけど。43の3枚目のカエルは寄生虫に寄生されてる写真じゃん。諏訪湖は可愛い。品川大井町の式は、排水口のドブに住んどるな。梅雨時になると地上に這い出してくる。敵シールド分析完了、モニターに表示するよ。接着剤で固定って聞いてドン引き。キャワは、普通に可愛い笑い。アマガエル増えたな。カエルはたくましいよな。カエルをモチーフにしたやつも好き、鉄カブラとか。アマガエル大好きなんだけどあんまり触ると死んでしまうと聞いてから、触るの自重してる。でもあまりの可愛さに捕獲したくなる最高の萌え対象。大分の有名な水汲み場に雨上がりに行くとアマガエルが縁の下で整列しながら雨宿りしてるのをよく見るよ。最高に可愛い。43の3枚目のカエルは寄生虫に寄生されてる写真じゃん。文面から漂う無機臭。カエル好きすぎてヤバい。マダガスカル金色ガエルちゃんが特に好き。家の近くの河川敷にはアマガエルが100の単位でいるぞ。昆虫も雲もいろいろようよ。自然のままだから夏の早朝に散歩すると楽しい。今時は田舎の子供も虫やカエルを怖がるから寄りつかなくて残念。最後までご視聴ありがとうございました。面白かったと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。次回もお楽しみに。